神戸大学は、兵庫県神戸市灘区六甲大町一の一日本部を、く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、神大、神戸大。100年記念館からの長望神戸大学は1902年に、日本で2番目に設立された、官立高等商業学校である、神戸高等商業学校に、開学の機種を持つ。 現在は11学部14研究科を設置する総合大学となっている。前身の神戸校章は日清戦争後の急速な日本経済の成長を背景に実業界における人材需要が高まる中、東京高等商業学校に続く形で設置された。初代校長である水島哲也は東京校章との差別化を図るため学理からより、 実践的な実学教育を重視した。1949年の学生改革による新生大学としての開祖時に日本で最初の経営学部を設置している。また、唯一の開示科学部を設置している大学である。学部学生数11,521人、大学院学生数4,559人、計16,080人、教員数1,566人、 学理と実際の調和を理念としている。神戸高等商業学校設立以来、真摯、自由、共同の精神で、社会に貢献するような指導的人材を育成する、世界的研究、教育機関たることを目指している。船体研究、分離融合研究で輝く卓越研究大学へ、イギリスの大学評価機関、クアクアレディ・シモンズ社による、 QS 世界大学ランキング2020では、第395位、アジア第59位である。2007年に、理学、工学、システム情報学、農学、開示科学のご研究科に加え、自然科学系の5つの研究センターが参加する、学際組織、自然科学系先端融合研究館を設置。2016年に、先端融合研究館へと改装。 2011年には神戸ポートアイランドに先端的融合研究を集積する目的で統合研究拠点を設置している。このように分離、分野融合を意識した横断的な研究開発、人材育成に力を入れている。EU インスティチュート関西のコンソーシアムメンバーとして参加しており、通常の留学支援だけでなく、 専門教育と留学の双方を中心に据えた、独自性の高い少数生育プログラム、EU エキスパート人材養成プログラム、5年一貫経済学国際、教育プログラム、会話プログラム等を実施している。神戸高等商業学校、井出光佐造記念六校大行動社会、科学系図書館本校では、主として、新生神戸大学設立後の遠隔をまとめている。 旧西神戸商業大学、水島哲也ロゴマーク、神戸大学のロゴマークは2002年の創立100周年を機に制定されたもので、神戸ユニバーシティの頭文字、K を二羽の鳥に象徴化し、それぞれが大きな奇跡を描きながら山や海を渡り、大空へと自由に羽ばたき、時にはお互いに助け合いながら進みゆく様子を表現している。配色は、 鳥を大学のシンボルカラーのブリックカラーとし、緑は山、青は海をイメージしている。ロゴタイプゴシック系フォントを用い、未来にまっすぐ進む堅実なイメージを表現。世界に発信する神戸大学を広がりのあるデザインでアピールしている。高岡マスコットキャラクター。神戸大学のマスコットキャラクターは神大売棒であり、六甲山に出没するイノシシの子供である。 ウリボーをモチーフとしている。学部神戸大学工学部本館神戸大学経済経営研究所、神戸大学国際協力研究科研究会科、特記していない専攻は、博士前期課程、博士後期課程である。別科教員組織附属機関統合研究拠点、インキュベーションセンター医学部附属病院21世紀、COE、プログラムグローバル COE プログラム6校祭り。 原油祭り大倉山祭妙谷祭深い祭、神戸大学の同窓会は略歴にあるような事情から、学部、学科、研究科別に複数の組織が存在している。神戸大学の同窓組織として、マスメディアなどでよく名前の上がる、社団法人両窓会は、旧神戸高等商業学校、旧神戸商業大学、旧神戸経済大学とその経譜を組む、経済学研究科、 経営学研究科法学研究科国際協力研究科の四部局並びに関係する各学部の卒業生と在学生のみを対象とした同窓組織であり、他研究科学部の卒業生は入会できない組織となっている。そのため、神戸大学全体を代表する同窓組織ではない。全学横断型の各同窓会の連合体として、 神戸大学学友会が1979年に設立されている。神戸大学が公式に存在を認めている同窓会とその対象となる学部学科は以下の通り。神戸大学のキャンパスはすべて神戸市内に所在し、一部を除いてほとんどの付属施設が神戸市内のキャンパスに存在する。大学公式ホームページ等では地区または キャンパスという故障が並存している。キャンパス名に関しては、医学部、医学系研究科と、海事科学部、海事科学研究科のキャンパスは、所在地の地名が当てられている。それ以外の学部、研究科のキャンパスの場合、キャンパス名は、学部名を関したものや地名を関したものとで、揺れがある。六甲台地区六甲台キャンパス正門本地区は、六甲山とその山の手に広がる。 住宅地に接しており、事務局、付属図書館、医学部と、開事科学部を除く、各学部、研究科及び付属施設が存在する。この地区へ行く際には、阪神電鉄三陰駅、新在京駅、JR 六甲道駅及び、阪急電鉄六甲駅から、神戸市営バス、タクシー、あるいは徒歩といった方法がある。学生のマイカー中学は禁止されているため、 下宿生を中心にバイクで通学するものが多い。地区内の移動は基本的には徒歩である。鶴かぶと第二キャンパス本キャンパスは全学のキャンパスの中で最北に位置し、南東側に鶴かぶと第一キャンパスがある。この両キャンパスの間には神戸市立鶴かぶと小学校があり、そのさらに南東を兵庫県道95号など、三田線が通る。 鶴ルカと第一キャンパス本キャンパスでは語学、一般教養、総合教養、教養言論等の全学共通授業科目の講義が行われており、国際文化学部が設置される以前は全学に一般教養教育を行っていた教養部があった。本キャンパス側から、なだ、三田線をまたぐ、歩道橋を渡ったところに学生会館があり、 その西側に六甲台キャンパスが、南側に工学部キャンパスがある。2008年5月に工学部店に次ぐ2点目のセブンイレブン国際文化学部店が開店した。六甲台第一キャンパス、六甲台第二キャンパス新生神戸大学の誕生後、第二次世界大戦後の新中軍の居住区域であった六甲ハイツア土地を利用し、姫路市、明石市、西大、松野、 赤塚さん、見陰に分散されていた核学部の学者を1960年代に移転配置させてできたキャンパス。工学部棟、分離の核学部棟、先端融合研究館を含む自然科学総合研究棟がある。工学部棟周辺のみを指して、工学部キャンパスとも呼ぶ。2007年4月、ここに関西の大学の中で初めてセブンイレブンが出展した。 西隣に分離農学部棟があり、少し隔てた東側には、神話女子中学校、高等学校がある。分離農学部棟周辺を単独で、分離農学部キャンパス、あるいは、分離農キャンパスとも呼ぶ。また、文学部、農学部、旧自然科学研究科、理学部の頭文字を取って、ランズキャンパスとも呼ばれている。クスノキ地区クスノキキャンパス医学部医学科を指して、 楠木ということがある。妙谷地区妙谷キャンパス、妙谷キャンパス医学部保健学科を指して、妙谷ということがある。深江地区深江キャンパス、深江キャンパス学生会館には、文化系サークルの部室や、書籍販売、アルバイトの情報を提供する、生協書店が存在する。六甲台キャンパス内にあり、位置的には、六甲台合部局、工学研究科 国際文化学研究科の各校舎の中間地点である。神戸市外にある神戸大学関連の施設としては、常日の神戸大学ビーフを開発した農学研究科付属食資源教育研究センターが、災西市に機関研究推進組織内、簡易環境教育研究センターのマリンサイトが、淡路市に開示科学研究科付属国際開示。 教育研究センターの淡路寛容、実験実習場が南淡路市に、そして神戸市中央区には、先端融合研究関東合研究拠点、神戸医療産業都市構想に関わる、神戸バイオテクノロジー研究人材育成センター及びインキュベーションセンターが存在する。2017年5月9日、事務職員が事務室内において、 業務上使用しているパソコンを用いてアダルトサイトを閲覧していたという事実が確認できたことからこの職員を停職2月間の懲戒処分にしたことを公表した2018年10月2日事務職員が事務室内において業務上使用しているパソコンを用いて長期間にわたりアダルトサイト等を閲覧していたという事実が確認できたことからこの職員を 停職6月間の懲戒処分にしたことを公表した。2018年11月13日、神戸大学開示科学部が10年間免許を更新せずに簡易無線局を運用し、電波法第4条第1項の規定に違反したとして、総務省近畿総合通信局は、神戸大学を電波法違反で同日から50日間の簡易無線局1局の運用停止の行政処分とした。 立地している地域の関係で、主に兵庫県や県下の市長との協定締結が大半である。その他、学部や学科ごとに連携協定を締結している場合もある。こちらも主に兵庫県下の自治体や病院等との提携がほとんどで、ある。例外的に自治体ではないが、国立療養所区公病園等の県外公共施設との連携協定締結を 行っているる学科もある国内科大学との協定など、共同研究や研究者、学生の交流を行うため、176の大学、機関と大学間交流協定を結んでいる。また、237の大学、機関と部局間協定を締結している。大学、機関名改層前は、以下の付属学校が存在した。ありがとうございます。